ペルーを訪問している佳子さまは、ろう学校でスペイン語の手話で児童らと交流した前後にも、リマ市内で精力的に国際親善に臨まれました。佳子さまは6日午前、社会的に弱い立場に置かれた女性の職業訓練を目的に設立された学校を訪問しました。生徒がお菓子を作る様子を見学されたほか、歓迎式典でペルーの伝統舞踊をご覧になりました。ろう学校でスペイン語の手話で児童らと交流された後、佳子さまは日ペルー友好国立障害者リハビリテーションセンターを訪問し、歓迎の花束を受け取られました。この施設は日本の資金協力で11年前に移築され、 JICA 海外協力隊員がこれまでに38人派遣されています。佳子さまは下半身の一部が麻痺した患者がマットの上で運動療法を受ける様子を視察したほか、屋外運動場で車椅子の子どもがボッチャを通じてスポーツ療法を受ける様子などを視察されました。その後、佳子さまは宿泊しているホテルで JICA の研修や文科省の留学制度で日本に滞在したペルー人と懇談されました。